こんにちは島津です。ということで今回はですねこれですね皆さんご存知の「真田幸村、ね」ですけども今回は柴田蓮三郎先生が書いた「真田幸村」というものでしてこれはですね、えー、とちょっとここ見にくいかな「柴田蓮立川文庫の第2巻」と書いてあります。柴連立川文庫第2巻 とということは立川文庫第2弾ということはえっ、ー、とまあ昭和38年に柴田先生がずっと書いてみえてで立川文庫っていうのはその第1弾もあるんだその、まあ、第2弾もあってこの第2弾に書いてあるのがこのあれです、えー、第1弾はさえっ、ー、と早富佐助かな。 はい、そんな感じになっておりますか。はい、で、えー、とこれにつきましてはあのー、まあ芝蓮先生直木賞受賞ということで、まあ、の慶応大学出て「見た文学」というとちょっと変えてみえたこともあったんだけど大変まあこう中国のねあのこういういろんなこういうなんて言かな あのー、学問というかそちらの方にも詳しい先生というかたまに監視が出てきます。うん、で、えー、とここに載ってるのはですね、まあ、このダ田ュ医師全員じゃなくって、あのー、今読みますと、あのー、これですね、えー、まずあの一番初め、あのー、真田大ケという、まあ、息子ですねあと後藤又部から木村重成からその時にダ田ュ医氏というふうになってます。であとは 太郎山田長政徳川家康大阪夏の陣というこういう順番になってます。ね、で私もこの本で知ったんですけど「澤田,田重裕士」というのは、えー、とここに書いてある方ですね下の方にちょこっと書いときましたけどえっ、ー、と穴山小助から百合鎌之助から三好政海 から伊佐入道筧重蔵高野古典宮呉羽ネン坊それから真田幸綱、まあ、大輔ですよね息子あとそれから更サ佐助に桐く、えー、れ才蔵というこれだけですはいそれがわかりましたので、まあ、大阪夏の神馬では書いてあります、まああのうん こうすごくこうちっちゃい、まあ、文庫なんですけどもすごいねい一人一人っていうかね、あのー、特に私は後藤又兵衛のとこがすごうよかったですね本当と短い文章で短文で短編なんだけど、まあ、後藤又兵衛のことが書いてあって、まあ、非常にこう素晴らしい人物というのがそれを見ても読んでも分かるんです短いですけど、まあ、これは「漢文帳」みたいな非常にこう 省略の美っていうかね、あ昔やといまあ昔符なんですけど、まあ、剣豪小説家昔いろいろいましたよねあの皆さんはちょっと知ってるかどうか分かんないけどあの山田風太郎とかそれからあの何、ー、んかな五味まれす先生山田風太郎先生五味まれす先生とかいろいろいましたね昔剣豪小説がね。 うん、でまあそういうい感じなんですあのでなんと今日ちょっとこれ調べてみたら分かったんですけど、あのー、61歳で亡くなってるんですよ。うん、でまあ無理されたのか何なのかわかんないんですけどまあちょっと早死にだったんですね。戦争にも行って見えてあの、まあ、衛星兵としてね南方に輸送船で連れて帰ったという。 ことがあるんですけど途中でまああの攻撃を受けてあの沈没しまして船が漂流してまたかったという話もありますけどねうんまああのゴケリンザンクロ